1から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3コース3号艇三浦絵里がトップスタート。そのまま1周の1マーク、3コースから出ていった。3号艇三浦絵里まくる。1号艇長島抵抗できず。4号艇岩崎握って、空いた内から2号艇浜田、5号艇小山、6号艇土屋、南でバックスレッジ。トップスタートからのまくり決まった。3号艇三浦絵里がトップ独走。スターター正常。マークまくっていきました。そうですね、ちょっと引っかかっちゃったんで、アリサちゃんにごめんなさいと思って、はい。ただ今日は2着1着という成績で初日終えましたけれども、はい、2走しての船足はどんな手応えですか？船足はそうですね、回すときっていう感じはないですね、前回の浜名湖よりは全然いいと思います、はい、今日は何かこう調整っていうのはあったんですか？前半まあ走り出せばよかったんですけど、バナレと起こしがちょっとおかしかったんで、はい、ペラを止める方向で行ったんですけど、はい、今もちょっと本番の離れが怪しいですね。明日からも一生懸命走ります。お願いします。